ごめん、ちょっと待って。この前のあれ、大丈夫だった？彼女でしょ、あの子。別にそんなんじゃないよ。かわいい子だね。ねえ。ん？これ何？え？カレーだけど？違うのにしない？俺なんか飽きちゃったよ、カレー。なんでよ、いつもカレーでいいって言うでしょ。最近俺カレー嫌いでさ、あのなんか煮物とか魚とかさ、茶蒸しとかなんかそういうのがいいな、ね、できる？できるけど結構大変なんだよね。
そういうの手間もかかるし、カレーぐらいならよかったんだけどさ、面倒なんだよね。いいじゃん別にさ。え、ちょっとごめんね。じゃあね。戻りました。あ、今そこであのフレンドハイムの熊谷恵美さんに会いましたよ。え、いやなんか明日カレーパーティーやるから来ないかって行きましょうよ、カレー食いに。俺はいいよ。いや、ダメですよ、藤瀬さんも連れてきてくれって言われてんすから。なんかあの子もうあの部屋出るみたいっすよ。どうぞ。藤瀬さん遅い、もうカレーないですよ。佐野くんが食べ過ぎなんですよ本当に。だって美味しいんですもんね。え美味しいですか。うまいよ。これはあれですかね、トマトですか。そうです、トマトカレーです。え、これトマトか。はい、あ、全然気づかなかった。聞いてるね。ね、うん、いいな木村さん、毎日このカレー食べれますよ。いや毎日はちょっと食べれるでしょう。君は食えるだろうさ。だってこんな美味しいんですよ、うん、いやトマトの味が効いてますね。いや気づかなかったけどこれ。あ、このカレー命名するとなればインド発イタリア経由東京行きみたいな感じ。また適当なことばっかり。すいません。長いっすね。うん、うまい。見てさ、この人私の彼氏なんです。あ、どうも。一度別れたんですけど、また最近付き合うことになって、うん、ね、うん、でも、もともと二人は同棲してたんですよね。ああ、はい、はい、で、また一緒に住むことにしましたね、うん、同棲か、いいよなあ、でも、大家さんにしてみたら困っちゃいますよね、こんなに早くに出て行かれちゃったらね。まあ、でも、しょうがないよ、こればっかりは。もしかしてご結婚とかですか。いや、いや、そういうわけじゃないですけど。そう。あ、食べます。これしかないけど。なんだ、腹減ってたんじゃない。ちょっと全部食べないでくださいよ、俺のカレー。ちょっと、おいおい、どうしたんですか藤井さん、そんなにガチかな。ちょっとやめてくださいよ、すいません。ちょっとやめてくださいよ、すいません。ちょっと藤井さん落ち着いて、ちょっと、ほら藤井さん、ほら、どうしたんだよ。
は。こんにちは。あ、どうも。こちら大家さんです。どうも。初めまして。ちょっとじゃあ中。どうぞどうぞ。お邪魔します。なんか匂いますね。リフォームしたはずなんですけどね。なんかカレーの匂いしますね。そうですか？あ、しないですか？はい、全然。好きなんですか？ああ、はい、まあ好きですね。